ということで無事鍵ももらって今日から新居に移り住みます。契約日からしばらく経ってしまいましたが、ちょっと家の方が汚かったので、いろいろと掃除とかしてました。で、今日は、まず、新しい家に飾る植物を買いに、前回も来ましたけど、シェリーズエステートっていうすごく大きな植物園じゃないな、プラントショップに来ます。ものがいっぱい見つかったんで、これからいろいろ新しいものを買ってきます。買い物を終えました。私の身長より高いモンテスラも車で多分運べるんじゃないっていうことで、私が今こうしてこの感じで支えながらこれから家に帰ります。じゃん。わー、たくさん。後ろにあるボックスを置いといて、この箱いっぱいで詰まってるのがもう本当にいろんな種類の植物ですね。アイビーもあるし、ミントとかパセリも買いました。サボテンもちっちゃい、見えないか、購入しております。で、後ろにあるのがミリオンバンブーと、あとなんかペペロミアなんちゃらっていうやつ、見た目が可愛かったので、というか前に持ってたんですけどちょっと殺しちゃったので、また再チャレンジをしようかと思って買いました。で、この運ぶのが大変だった大きいのがモンテスラ。やっぱ大きいのがあるんだけど全然部屋の雰囲気変わります。前まで石？なんかすごい謎のブロックの塊があったのが全部撤去されまして、ここのスペースが全部きれいになりました。
で、見ていただければわかると思うんですけど、ここ色が違ったりとか、あと前に住んでた人がなんか無駄にいっぱいなんかこういうあのなんだろう絵とかを描けるのに穴を作りまくってたので、それを全部埋めて、で色もガチャガチャだし、まあ、天井の方もこんな感じで、あのペイントが必要なので、これからペイント等していきます。もっと快適な空間にできるようにしていきます。けど塗装が終わりかけてます。ただこれからまた2回目もやらなきゃいけないので、まだ全然終わりではないんですけども、とりあえずもう1回塗っただけでだいぶ見た目が変わってる。例えばこことかはまだ塗ってないんですけど、ここの部分とかはもうだいぶ1回目の塗装を終えているので綺麗です。見てください、手もこんなんだし、髪の毛にもペイントついてて、この足にもなんかペンキがめっちゃついて、足の裏もめっちゃ汚い。とりあえずまだリビングルームしか終わってないんですけど、もうすぐ1回目の塗装が終わるので、塗装が終わったら休憩します。